皆さんこんにちはひろきですご機嫌いかがでしょうか私は元気にしておりますさてさて今日の雑学のコーナーです、えー、あんまり若い方は使わないかもしれませんが緑の黒髪という表現があります一体緑の黒髪という色は何色なんでしょうか緑なんでしょうか 黒なんでしょうかそれとも緑や黒がメッシュで混ざっているんでしょうかはい答えは黒髪ですしかも綺麗な黒髪はい綺麗に真っ黒な黒髪ですはいどういうことなのか緑というのはあの植物の緑を表しているんですねつまり 新しく若葉が生えてきた緑のようにツヤツヤな黒髪だと。そういうことを表現したくて、緑のという表現が入ってるんですね。青いって言うじゃないですか。あの、若い人にまだまだ青いなっていう。あれと、まあ、使い方の方向は違いますけど、使い方は一緒です。はい。はい。そういうことですね。はい。 ご納得いただけましたでしょうかはい。私は納得してます。はい。はい。では、今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。